お疲れ様でーす。バンビさんに、何ヶ月ぶりやろ。入ってる。約。え？そう、3月に1回大会があるってなったけど中止だったんですよね。なんで去年の夏？春？ぐらいぶりの、バンビさんでございます。はい、久しぶりですね。ちょっと前まで竹尾チャンネルのメインコンテンツだったらバンビに来てたイメージがあるので、はい、久しぶりのバンビさんでのレースです。はい、今日は50人ぐらいぐらいのレースになってますんで、ちょっと正気もなってますけどね、ちょっと今日も勝てるように頑張ります。懐かしいメンバーというのも、ね、たくさんいますので、はい、今日はそのメンバーの人で、勝ちたいですね。頑張ります。お疲れ様です。はい、あのね、白い肩、めっちゃ肩ついてるし、この辺ちょっとあの、ね、年季を感じます。白いな、白いわ、白いな、美白すぎるでしょ。はい、バンビです。はい、まあ、COB からは秋雪さんと僕とあと加藤健さんかな、出るかなっていう感じでなってますんで、久しぶりですね、バンビ。ほんまにそうやね。え、そうか、今年初レースですかね、これ。そうちゃう、3月春先あったっけな、なんか覚えてないけど、3月中止になったっすもんね。うん、まあ、タイムアタックはやってましたけど、ね、はい、久しぶりのこういうレースですね。あ、聞いたことだ。あ、秋雪さんとは最近 何かしらってますけど、そうやね、モテるけどね。メダカニキになってますメダカニキ、テンスラニキになってますけどはい、今日は頑張りましょう。頑張りましょう。はい、というわけで始まりました、バンピさんのレースですね。はい、竹尾の走行でございます。バンビさんのね、レースというのがですね、毎回ほとんどかな、ぐるぐるレースという方式でして、先に3勝した人がですね、上位、何やったかな、6人、8人かながね、勝ち上がるという形式でして、はい、3勝するまで、3勝するメンバーが一定人数そのまでレースを続けるという形でございます。これ竹尾の1戦目ですね。はい、かなり競っておりまして、もう最後までどっちが勝つかわからないというところでね、なんとか竹尾が勝つんですけども、はい、2戦目以降がですね、結構苦労しまして、でもね、1勝2勝はポッ、ね、すぐ来たんですけど、3勝目がね、なかなかできずでしてね。はい、このレースも、結構いい感じには走ってるんですけど、1位の方が早いですね。はい、この差はちょっときついかなっていうところで、今これ2周目でございますね。はい、3周目どうなるかというところなんですけど、ちょっと差が縮まってくるんですね。差が縮まってきてね、ちょっともしかしたら追いつくかなっていうところで飛んじゃうんかね、ここでね。はい、飛んじゃいます。はい、これ秋雪さんと走りますけどね、右が秋雪さん、真ん中が僕ですね。はい、走ります。僕が真ん中なんですけど、ちょっとこれね、速さ上げてるんですよね。ちょっと速度負けが続いたんで、はい、一周目はちょっといい感じに走っておるんですが、ね、今1位です。走っておるんですが、2周目、はい、この上りが結構くせ者でね、ここで弾かれちゃうんですよね、コースアウト。はい、でまたこれもね、同様に秋雪さんと走らせますけど、はい、このレースでも、ここで飛んじゃうんですよね。はい、でなんとか勝ち上がりまして、ギリギリ、本当ギリギリで勝ち上がりまして、最後の2枠を決めるのにね、秋雪さんがね、走ってるんですけども、秋雪さんがこの時点で2勝やったんでね、あと1勝すれば勝ち上がりというところだったんですけども、はい、残り1枠争ってます。なんでこれがラストチャンスと言われてたんですけど、これ飛んじゃいますね。飛んじゃったんですけど、あのなんとね、この間にね、3勝目の方が出なかったんで、もう一回秋雪さんのチャンスが回ってきたんですよね。はい、回ってきまして、はい、秋雪さんまた走ります。はい、スタートということで、これをね、なんと勝ち上がれば最後滑り込みでね、勝ち抜けということあるんですけど、これも飛んじゃうんですよね、秋雪さん。もうこのチャンス逃しちゃうんですけども、なんとまたこれでも3勝目の方が出なくて、再チャンスがね、来まして、はい、これが本当のラストチャンスかな。秋雪さん行きます。さあ、ここでね、さあ、秋雪さんが勝っては勝ち上がりね、決勝トーナメントに上げられるということなんですけども、竹尾と、竹尾もすでに上がってますんでね、COB での、対決もできるかなと思ってたんですけども、はい、今のところいい感じに走ってますね。はい、今3着で、3着かな、はい、追ってますが、さあ、ここで今1台コースアウトしましたね。で、ここで秋雪さんのマシンが後ろかな、後ろですね。で、負けちゃうんですよね。でも残念ということで、1次予選というか、ぐるぐるレースがね、終わりましたというふうな感じのレースでございます。抜けました。無事に抜けました。ね、秋雪さんね、抜けましたね。
できましたよ、ね、だったっけ。いや、あのちゃんと取れるんだから、ま、ちゃんとでも逃した、でも取ってたから。もう3、4回ぐらいチャンス逃してたから、ね、今まさにセルトついてるからね。はい、まあ、そうしちゃってるからね。はい、いや面白かった、ネタとしてはね。まあ、あのまた動画で見てください。本当に流れた後なんで。そう優勝は見てます。そう、優勝もうひどいもんですよ。飛んで半年の方に負けてる。そんなばっかり。頑張ってくれるはずやからね。はい。ちょっはい、というわけでございまして、これがですね、決勝トーナメントの1戦目ですね。はい、確かこの時は、僕と加藤健さんがね、勝ち上がったと思います。さあ、僕の1戦目でございますね。さあ、竹雄が一番内側のインコースですね。スタートです。はい、スタート。これ速度ね、上げすぎちゃってる感あるんですよね。はい、ここでね、飛んじゃいます。はい、でここでみんな飛んじゃうんですよね。三者コースアウトということで、トーナメントの方はですね、あのサドンデスというのがございますんで、もう一回チャンスが巡ってくるわけでございます。ね、めちゃめちゃ垂らしますね。もう垂らしまくっております。さあ、ここでね、垂らしまくって、なんとか速度を落として完走狙いです。はい、もう一回、スタート。ということで、走りました。まだね、速度が乗ってます。まだ速度が乗ってます。で、同じくここで飛んじゃいますね。はい、もう、ね、崩れ落ちる竹雄でございます。さあ、これまだね、残りマシン1台になっちゃうんですよね。ですが、ここでね、コースアウトはしない。どこやったかな。さあ、ここで、3周目に入りまして、これ完走されると負けなんですけど、ここでね、コースアウトということで、なんと竹雄に再々チャンスが巡ってきます。はい。で、ここでね、もうずっと僕垂らしてるわけですよ。もうずっと垂らしてます。で、はい、再々レースですね。これはね、さっき飛んだもん負けやったかな。サドンデスになりますので、より長く距離が走った方が勝ちになりますが、はい、結構垂らしていったんで速度を落ちてるかなというとこなんですが、飛んじゃいます。はい、垂らした回なしということですね。で、ここでもう竹雄は敗退決定ということになります。はい、サドンデスなしですね。もう決着つくまでひたすら殴り合ってもらいましょう。そして僕のどうぞ潰しに来るでしょう。大吉の決勝戦、シグナルの注目。大変なお待たせいたしました。おもてなしの決勝戦スタートでございます。まずは大吉さん、サドさん、やはり決勝で勝てなくなっていた次は着手を積もりと西村さんの伊沢さんが伊沢さんとして優勢を倒し尽くす。まだレアウト変わってね、プロレースやってます。でもこれでも手にはしっかり稼げる、まだ一応という。はい、裏レースですね。裏レースもレアウト変わってね、ちょっと裏レース始まりました。ちょっと上りが入りやすくなったりしたんですがというところですね。結構ちょっと走りやすくはなったんですけど、大まかなね、レイアウトは変わっておりません。マイナーチェンジみたいな感じですかね。まあ本当にね、この裏レース竹を走っておりますがね、先も飛びましたけど、あの非常にあの苦戦しまして、で多分ね、ギリギリかな、なんとかね、2勝まで行くんですよ。なんとか2勝まで行って、あと1勝すれば勝ち上がりっていうとこまで行ったんですが、もう負けてしまいまして、敗退ということになりましたね。勝てませんでした。はい、いやどうでした。今のうちに変わらんでしょ。おかかったな、やっぱり難しいな、ミニオコでな、ね、リーチまで行ったのに何だったもんな。もう全然最初はかんくて、も後半で一気に、ね、ポンポンってね、一緒に行ったんですよ。そう前で終わったんですよ。俺もその後ろで終わったんですよ。
まあ、まだね、あの DMAX とかまだ最後ありますしね、まだ、ね、まだあの僕らの希望の加藤健さんが残ってますので、そうそう、まだね、加藤さんがいますんで、はい、はい、応援しましょう、頑張れ、頑張れ、加藤、頑張れ、あれ、ありがとうございます。ごめん、映ってるのこっちやろ。はい、というわけでね、あの竹尾明幸さんはね、あの負け取ったんですけども、あの加藤健さんもですね、負けちゃいまして、COB 勝ち上がりなしという裏レースでございました。はい、でこの後にですね、あの竹尾杯などをやったりね、あのバンビさんで楽しく過ごさせていただきました、ね、というわけで、今回は最後竹尾のボイスで、お別れしたいと思います、今回は以上でございます。また次回お楽しみに。